意外とこれね、ヘネシーハンモックいいなって思った点がやっぱり逆に気づいたんだよね。そもそもこのね、ヘネシーハンモックの方は2つ、まあ俺が使ってね、不満があって、それはね、はい、毎度メタボンです。今日もね、日曜日、週末なんでね、バイクをちょっとね、出して、近くの公園までやってきました。今日はね、何話しようかなと思ってね、今動画回してるかっていうと、この前ね、D ハンモック買いました。レンガのね、ハンモックとね、3.5×3.5 のね、このね、マルチカム、ね、迷彩柄のね、このタープを一緒に買いました。でね、実はね、俺前々からね、持ったものがね、もう5年くらい前に買ったのかな、このヘネシーハンモックっていうのがあって、まあ、これこれでね、私はね、海外バイク旅でね、テントとこのね、ハンモックをね、両方持って旅を続けてきました。で、実際これ買ってさ、これを買ってね、まあいろいろ設営してね、まあ過ごしてみた結果、そもそもね、これの欠点2つあって、何がダメだったかっていうと、まずね、これハンモックなので椅子代わりにならない。もうね、蚊帳がね、備え付けになってる、上に上がっちゃってるから、そこの上に座ることはできないんだよね。もう一つがね、アンダーキルトが使えない。これがね、下のスリットから中入ってね、腰を下ろすことによって平らに寝られるっていうね、ちょっとアシンメトリーでね、寝られるから、水平で寝られるよっていう、ね、まあ、売りでね、私はもう即決でポチったんだけど、もう数年前にね。いやね、いろいろこう旅を通じてね、ゆっくり過ごしたいなと思った時にね、なかなかそれがね、これだと実現できないと。でこのハンモックのね、ちょっと、まあ、デメリットとして2つ挙げたんだけど、その下のスリットから中に入ってね、こう足メートルタイヤに寝られるっていうのが、まあ、購入したポイントなんだけど、結局下からこの中に入るからね、下にこうつける、装着する、後付けでできるね、アンダーキルト、まあ、冬のね、やっぱりキャンプではね、必須なんですよね、ハンモック履くで。でそれをね、買ってつけてみようかななんて思ったんだけど、やっぱね、装着に無理がある。ちょっと空間空けてね、隙間から入ってこう下ね、アンダーキルトでね、保護して温めてもらおうかななんてちょっとね、考えてみたんだけど、結局空間が空いちゃうから、その部分がもう冷えちゃうでしょ。やっぱりね、アンダーキルトとかやっぱり肌に触れ合ってないと保温効果ないんですよ。結局浮いちゃってると、あー、これダメだなっていうことでね、まあ、このヘネシーハンモック、特にこのね、俺のはね、エクスペディション A-10 ってやつはね、ダメでした。まあね、DD ハンモック同様ね、この蚊帳の横にジップがついてるモデルもあるんだけど、そっちであればね、アンダーキルトはつけられます。じゃあね、この DD ハンモックがね、まあ、おすすめのシチュエーションって何かなって考えた時ね、やっぱね、さっきのデメリットじゃないんだけど、椅子代わりになる、ね、その目の前に焚き火ができるっていう、まあ、使い方がね、私は理想だったんで、まあ、ひろしさんのチャンネルでね、よく彼がやってるスタイルなんだけども、まあそういうことかな、ゆっくりとソロキャンプ、野営含めてね、ブッシュクラブ含めてやるんであれば、この2つがね、最強かなと思います、だね。で、じゃあこっちはどういう時にね、使うかっつったら、これ重さがね、まあ、ほぼほぼ同じ。ただこっちは何がいいかっていうと、もうペグも入ってるし、ちっちゃいタープが入ってるんですよ。だからもうこれ1個だけでもうこと足りる。だからこれのね、海外バイク旅では結構ずっと走り続けて、次の、まあ、町まで行けない、でホテルやゲストハウスがある都市まで届かないといった時に、まあ、夜ね、日が暮れる寸前くらいにね、ちょっと、森の中入ってね、ささっと設営をして寝て、翌朝ね、早めに起床して、まあ、現場ね、撤収して食べ続けるっていうスタイルでした。その時はベストなんですよ。設営も簡単だし、ね、もうタープも入ってるわけだから、これ1個で済むんですよ。これはそういった意味ですごく重宝します。なんでね、私の中でね、こうどうやって使い分けしようかなと思った時にね、まあ、国内で野営およびブチュカルフでやるんだったら、もう間違いなくね、DD ハンモックを持ってきます。まあね、ヘネシーハンモックに比べたらね、この要は丸々倍ね、倍の量が重なって持っていかなきゃいけないんでね、若干ね、ほぼね、ソロテントと同じくらいの幅、スペースを使いますね。
まあでもこれでなんか2キロくらいか。まあでもやっぱね、雨降ったりするシチュエーションの中でね、焚き火楽しんだり、ネブシュクラフト的なね、料理を楽しんだりするんであれば、このタープはやっぱり、ね、でかい方がいいと思うんですね。で特にこれ、ね、3.5 ってあります、3.5 かつこのマルチカム、これいいですよ。これもう何度もね、他の動画でも言ってるんだけど、今日はね日差しあるのにね、ちょっと録画できしてないんだけど、日差しが入って抜けてきた光がね、すごく綺麗な、すごく綺麗な、うん、他のねオリーブグリーンとかもね、一応友達が持ってるんでね、彼の、まあ、タープの下に入ったりするとね、全部グリーン色になっちゃうんですよ。だから飯食ってるとね、飯がないからグリーン色でよく見えないみたいなね。ただこのマルチカムの方は自然な明かりになる、自然な明かりでこうぼわっと明るいんでね、何しても、気分よく過ごせる、まあ、よく考えられた、カラーだと思います。この前ね買ったね DD ハンモック、これね、俺のはねフロントラインって言って、まあ、ヒロシさんが使ってるモデルだよね、まあ、彼の影響を受けてねこれ買いました。でこれはねサイズは XL じゃなくて通常のタイプで、カラーはねフォレストグリーンっていうね、ちょっとなんか限定モデルのものを買いました。もともとね俺これがねオリーブグリーンなんですよ。あ、こっちはね、ヘネシーハンモックで昔ね買ったものなんだけど、これはねオリーブグリーンでね、こう重なるの嫌でね、色がね、でちょっと薄いものを選びました。でね、この実際リディハンモックを2つ、まあ、これ買って、まあ、タープも一緒に買ったんだけど、これ設営していった中でね、まあ、過ごしていく中でね、意外とこれねヘネシーハンモックいいなって思った点がやっぱり逆に気づいたんだよね。そもそもこのねヘネシーハンモックの方は2つ、まあ、俺が使ってね不満があって、それはね、ハンモックなのにこう上に乗ってね椅子代わりできないっていうところ、まあ、ヒロシさんがよくね焚き火をこうね蚊帳を立てずに上に座って椅子代わりに使ってね、目の前で焚き火をやってる姿がねよく YouTube で上がってるんだけど、やっぱ俺それやりたかったわけでね、これでは実現できないなっていうのがねちょっと残念なポイントだったわけでね、これちょっとね画像がね今ないんだけど、このハンモックってここのね絵あるでしょ、この絵の下の方にスリット切れ目が入っててね、下にしゃがんで中に入って腰を下ろすと、まあ、アシンメトリーの形をしててね平らにこう寝られるっていうのはね売りでね私は買いました。なんでねこの冬の時に、冬のねハンモック履くする時にね弱点があるんですよ。それはね何かっていうと、アンダーキルト、これがね装着できないんですよ、これだと、うん、それがねやっぱ私の中でね、結構マイナスだな、マイナスだなっていうかね、まあ、ちょっと残念ポイントだったわけで、なおさらねこう YouTube ね、旅先で、YouTube を見ていたらヒロシさんがねこの DD ハンモックを使ってね、上にタープをして、まあ、焚き火を楽しんでるというスタイルがねとってもかっこよく見えてね、まあ影響されて、まあ旅出る前からも彼やってたんだよね。そうそうそう、で俺もずっとねAmazonのねカートの中入ってた、いつ買おうかないつ買おうかななんて思ってて、結局旅出ちゃってね、まあ旅の時はこれでいいやっていうことでね、これでずっと過ごしたんだけど、まあそんな感じでね旅を終えて帰ってきてね、これを2つを追加したということです。うん、DD ハンモックの方はやっぱねハンモック泊を楽しみたい、うん、本当にキャンプを楽しむ、野営を楽しむ、ブッシュクラフトを楽しむっていうね、空間をまあしっかりと作り上げて楽しむにはやっぱね間違いなくねこっちの DD タープの方がいいです、うん、そうで、こっちのね振り返ってみた時にこっちの良いところはね、まずねもうこれで全部セットなんですよ。この中にね、ペグも入ってるし、ちっちゃなタープ、ここねタープあるでしょ、この絵のタープ、これがねもう、まあ、おまけ程度っていうかね、もうギリこう入って雨に濡れないかなっていうような大きさのものねすでに入ってるんですよ、まあ、そういった意味で、ね、この1個で済む。逆に DD タープ、あ、DD ハンモックだけだと上にこれ蚊帳だけだから雨降ったらこう濡れちゃうんだよ、ジャバ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 ね、ジャバ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 、上にこうね、タープっていうものがね必ず必要になります。絶対晴れてるって、100% 雨降んないって言うんだったらね、まあこれなしで、ね、タープなしでもいいんだけど、まあどっちにしろね、2つ、まあ、持っていかなきゃいけないよね。そうなると単純に、この傘増えちゃうんだよね。このタープ分がね。
ほぼほぼね、これ大きさ同じでしょ。リーリーハンモックもヘネシーハンモックも重さもね、ほぼ同じ。ほんと数百グラムちょっと違うかなくらい、まあ持った感じも同じだね。うん、そんな感じです。なんで次回ね、もしこれからね、また海外バイク旅に出ていこうとは思ってるんだけど、その時にね、サブのテント、まあ、基本テントを張るんだけど、やっぱね、地面が濡れてたりする時の、まあ、野営にはね、やっぱね、こっちがいいかな。やっぱ生理的にね、地面濡れたところの上にね、テントを張るって嫌なんですよ、私。まあ、そういった意味では、まあ、両方だよね。うん、まあ、かつこっちかな、やっぱな。うん、これにね、オールインワンでも全部入っちゃってるんでね。これだけ持っていけばもう全部設営できるし、ね、タープもついてるし、まあ、海外バイク旅に連れてくんだったらもう間違いなくこっち。うん、ね、さらにこれね、また軽いモデルもあるからね、そっちでもいいかもしれないね。でもう一方はね、国内で、ソロキャンプ、ね、野営ブッシュクラフトやるんだったら間違いなくこっちだな。うん、ちゃんと空間作りができて、ね、蚊帳もね、必要な時あげて、なんか寝る時ね、就寝する時ね、結構ピュッとあげて、ね、蚊帳作って寝るのもいいし、まあ、それまでね、普通にこう椅子があえてね、ポールを抜いてね、ポールを入れないで普通にこうハンモックのようにしてね、上に座って椅子代わりに使えるっていうね、使い方できるんで、かなりこれはね、私にとって魅力です。いいよね、焚き火しながらさ、なんかちょっと調理してさ。だってこれが椅子になるってことは、俺そもそもね、ヘネシー、違う、そもそもね、椅子を持ってってたんですよ。これにもプラス椅子がないから、椅子にならないから、ヘリノックス持ってたんだよね。ヘリノックス持ってってた。だから結局こんな感じか。だからもう一個ここにヘリノックスが来るんだよね。なんか意味ないよね。だからこっちならば、そうだね、椅子代わりになるから一つ量は減る、重さも減るって感じかな。はい、そんな感じです。ヘネシーハンモックね、これね、 1170g だから 1.2kg くらいか、まあ、大体こっちかな。この前ね、このね、ヘネシーハンモックの方はね、スペック表見ると860g になってるんだけど、実際この中のね、袋とかペグとかなんか全部込み込みにするとね、 1270g だったんだね。あ、やっぱ若干こっちは重いんだね。うん、まあ微妙な重さだけどね。はい、はい、最後にね、まとめです。これね、ヘネシーハンモック、これはもう一体型なんだね。タープも全部入っちゃってるっていうことなんでね、もし海外旅、またね、バイク旅に行くんであれば、私はこっちを持ってきます。で、この DD ハンモック、やっぱりね、国内でソロキャンプ、野営、あとはブッシュクラフト、ね、山中こもってやるんであれば、まあね、これより小さいのいっぱいあるんですけど、まあ、快適に楽しむんだったら、やっぱり蚊帳ついてた方がいい、あとタープもね、ある程度ね、大きさがあった方がいいっていうことでね、この2セットで今後行きたいと思います。うん、だからね、DD タープもね、3メートルいいかなと思ったんだけど、やっぱね、俺持ってるね、強盗レンジっていうところのね、タープはね、3.2 とかな、の、2.7 とかな、まあ、3メートル、3メートル近いんですよ。まあ、張ってみて、若干小さいんだよね。雨降ってくるとね、若干濡れる、ギリ濡れるか濡れないか、まあ、ちょっとね、雨すごかったらね、横風吹いてたらね、間違いなく濡れちゃうんでね、まあ、そういった意味で 3.5、3.5 を選びました。まあ、逆に4メートルだとね、今度かさばるし、でかいし、設営も大変なんでね、4メートルやめて 3.5、3.5、まあ、これがね、ベストなチョイスだと思ってます、バイク旅でね。はい、こんな感じかな。はい、というわけでね、今日はね、ヘネシーハンモック、 DD ハンモック、ちょっとね、自分がね、この DD ハンモックをね、買ってね、設営して過ごしてみてね、改めてね、このヘネシーハンモックを見た時に、結構使えるんじゃないかっていうことで、ね、気がつきました。ヘネシーハンモックが持つとね、2つの弱点はね、このDDハンモックで解決できるんでね、問題ないかなと思ってね、こっちをね、ずっと使い続けるのは間違いないんだけど、まあ、時と場合によってはね、こっちが有利だよっていうことをね、今回の動画で紹介してみました。はい、皆さんもね、どっちを選びます。はい、そんな感じでね、今日もね、動画を終えたいと思います。